第三次世界大戦では、強大な勢力が、核兵器を主要な兵器として、核保有国が使用すると見られている。ワルシャワ条約機構軍が、西ドイツに侵攻した場合の構成主軸想定。第三次世界大戦とは、第一次世界大戦、第二次世界大戦に続く未開戦の世界大戦であり、世界で三度目の世界大戦と定義されているが、 未だに本戦が開戦しておらず、フィクションや様々な戦争に言及する際の表現の一つに止まっている。一般的には、第一次、第二次世界大戦のような列強の対立による全面戦争を指し、超大国同士が直接対決し、その周辺諸国を巻き込むような大きな世界戦争を仮想して呼ばれた。ベースは、 全人類を滅ぼしてもあまりある数の核弾頭を持ち、冷戦という形で睨み合っていたため、第三次世界大戦は核兵器による全面核戦争になると想像されることが多かった。また破滅物のフィクションにおいても同様の意味で使われることがある。第二次世界大戦が終結した1945年以降から、 ベルリンの壁崩壊が起こった1989年までを指すことが多い。特に朝鮮戦争やベトナム戦争、キューバ危機など米ソの対立が頂点に達した時期には指揮者の間でも勃発の可能性や回避対策について真剣に論じられた。また必ずしも戦略核兵器の全面使用のみが想定されていたわけではなくワルシャワ条約機構が 北大西洋条約機構より優位にあった主力戦車で西洋に進行し、その過程で戦術核兵器が限定使用されるシナリオも想定されていた。冷戦後の2005年にポーランド政府が公開した1979年時点での進行計画では、デンマーク、オランダ、ベルギー、西ドイツに戦術核を投下して7日間で、 ワルシャワ条約機構の地上軍をライン側まで進めることとなっており、その際には、ナトー側がポーランドに戦術核を投下することが織り込まれていた。特定の書籍においては、既存の冷戦や2001年のアメリカ同時多発テロ事件以降の戦闘、戦争を世界大戦とするものが存在する。文脈によっては、冷戦自体を一つの戦争とみなし、 第三の世界戦争と表現することもある。また別の文脈では、アメリカ同時多発テロ事件以降、アメリカの主導によって行われた、対テロ戦争のことを、第三次世界大戦と呼ぶ場合もある。ジョージ・ウォーカー・ブッシュ第43代米大統領は、2006年5月5日に放送された CNBC のインタビューで、対テロ戦争を第三次世界大戦と、 初めて表現した。また、ブッシュは2007年10月17日の記者会見で、イランが核武装すれば、第3次世界大戦を引き起こしかねないと述べた。2009年時点で、イスラエルは、イランの核兵器保有阻止のために、イランへの攻撃を検討しているとされていた。21世紀初頭には、テロやゲリラなどとの非対称戦争が戦争の主流となりつつある。 非対称戦における戦時と平時の区別は曖昧である。2014年には、ローマ法王フランシスコが、ミサでのスピーチの比喩として、すでに第三次世界大戦は始まっていると懸念を示したこともある。様々な事件が第三次世界大戦を引き起こした可能性が述べられている。以下に、その可能性が述べられている事件をお列挙する。 上記のうち最も危険が高かったとされる1962年のキューバ危機では実際に誤って核攻撃命令が出され現場の判断から核ミサイル発射が水際で停止されていた。飛行式ながら米軍及び旧ソ連軍ともに事故ご命令による核兵器発射シーケンス開始は実際に起こっている。核兵器や核弾頭搭載が可能な弾道ミサイルは 中国、北朝鮮、インド、パキスタン、イスラエルなども保有しており、偶発的核戦争の可能性は、拭いされていない。中国人民解放軍少将の主主ゲトラが、核戦争こそが増えすぎた人類を減らす地球環境を、守る最速の手段だとして、核戦争を賛美する発言を行った。第三次世界大戦は、絶対に起こると持論を述べ、 積極的先制核攻撃により、味方よりも敵人口を減らして、対戦後の優位を保つべきだとの持論を展開している。また、2015年以降ロシア連邦大統領、ウラジーミル・プーチンは、地域紛争に、戦術核兵器を投入する、可能性について、たびたび言及を行っている。2015年3月15日放送の、ロシア国営テレビ、クリミア。 祖国への道の中で2014年ウクライナ騒乱に橋を発する2014年クリミア危機に際して西側欧米諸国が武力介入による併合阻止に踏み切った場合に備えロシア連邦軍に対して核兵器使用の準備を指示していたことを明らかにしたまたこの紛争はソチオリンピック終了直後に本格化したロシア連邦軍は 同年3月の軍事演習においても仮想敵が北方領土を含む千島列島方面より攻撃を開始する戦闘状態に突入した場合には限定的ながらも先制核攻撃の可能性も想定した訓練を行っていたことが明らかになっておりロシア近傍での地域紛争に橋を発する核戦争勃発の危機が懸念されているアインシュタインは 第三次世界大戦でどのような兵器が使われるのか私は知らない。だが、第四次世界大戦は石と棍棒によって戦われるだろう。という言葉を残し、次に世界大戦が起きれば文明の崩壊は免れないと警鐘を鳴らしている。この言葉での第三四次世界大戦は上記で定義された内容ではなく、単純に発展した。 軍事技術のぶつかり合いを意味する。また、アメリカ合衆国、第34代大統領であるアイゼンハワーは、第三次世界大戦に勝つ、唯一の方法は、それを防ぐことだ。という言葉を残している。2020年1月3日に、アメリカ軍が、イランのイスラム革命防衛隊、コッズ部隊のガーセム・ソレーマーニー司令官を、イラクのバグダッドにて空爆で殺害した直後には、 ツイッターのトレンドで第三次世界大戦を指すホワイワールドアーさんが上位となった。ありがとうございます。